皆さんどうもこんにちは、スカッチです。突然ですけど皆さん、カメラのね、こういったバッテリーって普段どうやって充電されていますでしょうか？僕は普段からソニーのカメラを使っているんですけど、純正のバッテリー充電器ってちょっと使いにくいなと思っていて、普段はですね、こういったカメラの横にあるこう USB Type-C のね、端子に直接 USB Type-C ケーブルを挿して充電をしています。まあ自分の中でその方法が一番こうやりやすいと思っていたんですけど、最近ですねこちらにあるアイテムを使ってから非常にそのバッテリーの充電っていうのがね、便利になりました。でそのアイテムというのがこちらのラノさんから出ている NP-FZ100 用のバッテリー充電器になります。でこれは僕が自分で購入したもので、まあしばらく愛用して使っていたんですけど、でつい最近これの新型が発表されて、ちょうどタイミングよくラノさんからお声掛けをいただき、今回ね、製品レビューをさせていただくことになりました。で今回のこの新型の充電器と、まあこの旧型に関しては、最近結構ソニーのねお使いの皆さんの中でも話題となっていて、もう実際に使ってみた方とか、知っているという方もね非常に多いんじゃないかなと思います。でまず最初にこのラノーさんというねメーカーからご紹介していくんですけど、このメーカーカメラの専用のね、メーカーではなくて、例えばヘアアイロンとかね、ヘアドライヤーとかiPad スタンドとか様々な製品を作っている企業になります。で今日ご紹介するこちらの新型に関しては、なんとモバイルバッテリーを内蔵したモデルとなっていて、旧型のこちらのモデルから足りない部分をしっかりと補強して、まあ、ユーザーが待ち望んでいた、性能とか機能とかっていうのをしっかりと取り込んだモデルとなっています。まあ、今日の動画ではこの新製品がどのように生まれ変わって、進化したのかっていうポイントや、実際僕が使ってみた感想をね正直にお話ししていこうと思います。ということで今日の動画も早速始めていきましょう。ではまず最初にこちらの新製品のスペックとその特徴からお伝えしていこうと思います。まず特徴の一つ目は、何といっても今回この中にモバイルバッテリーを内蔵したというポイントになります。でこの旧型っていうのはこうやってバッテリーを中に入れた状態で、外から USB Type-C ケーブルを使って充電していくっていうケースになってたんですけど、この旧型のモデルに関しては電源が必要であったりとか、あとはモバイルバッテリーとか、まあ、そういったものから電源を供給しないといけなかったです。それに比べてこの新型に関してはこの中にモバイルバッテリーがすでに入っているので、これだけ持ち運んで、まあ、しっかりモバイルバッテリーが充電された状態で使用すると、ここにバッテリーを入れるだけでもう充電が始まるというね仕組みになっています。まあ、例えば外出先であったりとか、旅先、旅行先であったりとか、外で使うねシーンが多い人にとっては非常に今回嬉しいアップデートになっています。でもちろんこの動画を見ている方の中にもサードパーティー製の充電器でこう充電して大丈夫ってね心配な方いると思いますけど、もちろんこの製品安全性もしっかりしているので、過充電とか過電圧、過電流とか、あとショートを防止する機能であったりとか、まあそのあたりの安全性の問題に関してもしっかりとクリアしている製品になります。でこちらに内蔵しているモバイルバッテリーについては、バッテリー容量が 3.6V 12400mAh、 44.6W となっています。バッテリー容量に関しては 10,000mAh を積んでいるので、まあ必要十分な容量があります。例えばこちらにあるソニーの NP-FZ100 というカメラバッテリーあるんですけど、これだと2本をフル充電することができます。まあ実際使った感想だと、このカメラバッテリーを2本充電して 100% から、まあ残り 5% ぐらいまで減ったんですけど、しっかりとフル充電することができました。さらにはモバイルバッテリーとしての機能をしっかり搭載しているので、例えばこちらにある iPhone15 Pro ですね、こちらだと約 2.2 回分の充電ができます。そして特徴の2つ目は、こちらパススルー機能を搭載していますので、このモバイルバッテリーを充電しながら中のカメラバッテリーを充電することもできます。まあ充電の時間の目安としては約4時間20分でこちらの内蔵のバッテリーとカメラバッテリー2本をフル充電することができます。続いて特徴の3つ目としては、本体の側面に USB Type-C のポートが2つ付いていて、こちらはパワーデリバリー急速充電が採用されているので、最大 20W での出力が可能となっています。でもちろんこの端子を通じて中に入っているカメラバッテリーっていうのをしっかりと充電することができるので、その場合約 2.5 時間でフル充電にすることができます。で各ポートの電力配分については USB Type-C の1ポートと2ポートで、それぞれ最大ね 20W の入力、そして最大 20W の出力が可能となっていて、このポートを同時に2つ使用した場合は最大 15W の出力が可能となっています。でこちらの旧型に関しては最大 18W でしたので、今回最大 20W ということで、このあたりね、充電時間の短縮とかにもつながっています。で、一つ注意点としては、こちらに
インプットで入力して充電しながらこのモバイルバッテリーから外部に出力するということはできません。そして最後4つ目の特徴としては、外観のデザインっていうのもこの旧型から変更されています。今回も一目で充電状況を確認できる LED ディスプレイというのを搭載していて、まず内蔵バッテリーの残量表示についてはディスプレイ中央に数値で表記されるので、こちら非常に分かりやすい作りとなっています。でカメラバッテリーの残量表示については今回4段階表示となっていて、1本で0から 25%、 2本で25から 50%、 3本点灯で50から 70%、 4本点灯で 100% となっていて、まあ旧型はですねバッテリーの残量表示が数値で表示される形式だったので、このあたりはねちょっと簡素化されているような感じかなといった印象です。でちなみに残量表示についてはこちらにあるボタンを押すだけで新旧ともに充電状況がすぐ分かるデザインとなっています。またカメラバッテリーを入れる部分に関しては今回ロック式の蓋が採用されていますので、まあケースからバッテリーが外れる心配というのはないです。でこの旧型に関してはカメラバッテリーがこう中で動いちゃうっていうね問題があったんですけど、今回ねこちらの新型ではその心配はないので、まあこういったしっかりと蓋が閉まってくれるっていう作りは非常にありがたいかなと思います。でこの新型のサイズ感に関してはまずこの横幅が 14.7cm となっていて、高さが 8.7cm、 そして厚みの部分が 5cm となっています。で本体重量に関しては約 410g あるので、まあ、結構ずっしりくるなという印象です。で価格に関してはこちら Amazon で定価が今だと 12,999 円ほどになっていて、セール時だと 13,99 円ほどになっていましたので、まあ、大体1万円ぐらいでね、買えるという認識でいいかなと思います。まあ、この旧型がセール時に大体5000円から5300円ぐらいになっていましたので、まあ価格としては倍ぐらいになってしまいましたけど、こちらモバイルバッテリーがついているというね、まあ他にないねスペックを持った新製品となっております。以上がこちらの製品の特徴とスペックのご紹介になりました。それでは実際に僕が使用してきた正直な感想をねここからお話ししていこうと思います。まず皆さんにお伝えしたいのが、カメラ用のねバッテリー充電器としては本当に理想的な製品がついに誕生したなというね印象です。まあこれまでも純正とサードパーティー製含めてカメラのバッテリーを充電するものってたくさんね製品として生まれてたと思うんですけど、まあこういった箱型でちゃんとこう蓋がついていて、さらに内蔵のバッテリーを搭載しているというね、まあ本当にカメラをやってる人が一番困るバッテリー問題っていうのを完全にね解決している製品かなというふうに思います。まああとは残量の表示とかもしっかりとね分かりやすく表示されているので、まあこのあたりを含めると現状カメラバッテリーの充電器で一番おすすめできる製品じゃないかなと思います。あともう一つ使って本当に良かったなと思うポイントは、やはり非常時に携帯とかも充電できるっていう、いわゆるモバイルバッテリーとして使えるっていうのが、まあこれがもう唯一無二というか、本当この製品の特徴的なねスペックかなと思います。もちろん皆さんこの製品はカメラのバッテリーを充電するためにね持ち歩くと思うんですけど、まあそういった目的で持ち歩いても途中でねこうスマホの充電がないとかモバイルバッテリー忘れたっていう時も、いざという時のね緊急事態に活躍してくれるっていうポイントも、まあ非常に持っていて安心というか、とりあえず持っていこうかっていうね動機が生まれる製品かなと思います。で続いてちょっとここいまいちだなと思ったポイントも正直に話していきます。まずはですね、サイズと重量があまりにもちょっと大きくなりすぎたなっていう印象は持っています。まあこちら旧型でこちら新型になるんですけど、このサイズ感で言うと割とリュックの中に入れても圧迫するサイズ感、そしてまあいつも持ち歩くって言っても 410g あるのでそこそこ重たいかなと思います。で今バッテリーが2本入った状態なんですけど、バッテリーが2本入った状態だと本当にこうなんて言うんだろう、レンズをもう1本持ち歩いてるような、感覚になります。でそういったサイズ感と重量感に関しては圧倒的にこの旧型に軍配が上がりますので、まあ内蔵のモバイルバッテリーが積んであるっていうところなのか、サイズ感とかコンパクト感、まあこのあたりで各ユーザーのね選ぶ基準によってこう使い分けることができるというか、どっちが自分にとって一番必要なのかっていうのが、まあ、分かりやすいね製品のね新旧型かなというふうに思います。続いての正直な感想になるんですけど、まあ果たして本当にこの内蔵のモバイルバッテリーをついた充電器が必要なのかっていうところも、まあ、しっかりと考えた上で購入した方がいいかなと思います。そもそも今のカメラってめちゃくちゃバッテリー持ちが良くて、
まあ正直プライベートで旅行行ったりとか外で撮影を1日したとしてもですね、予備のバッテリーを1個持っていれば大体こと足りてしまうので、まあ内蔵のモバイルバッテリーをついたケースを持ち運んでまで充電する機会があるのかっていうところは、正直僕はそんなに多くなかったかなと思います。まあどっちかというと家に戻ってきてから充電するよとか、なんだろう、旅行とかだと旅先のホテルとかで充電するためだったら旧型でも十分用途は満たしてるかなと思いますので、まあこのあたりが本当にモバイルバッテリーの内蔵型が必要なのかっていうポイントは、まあ僕実際に使ってみて、どっちかというと旧型の方がね、自分にとっては用途として合ってるかなと思います。まあもちろん便利でめちゃくちゃ使いやすいんですけど、まあこっちでも十分こと足りるかなっていう風なのが正直な感想です。まあ皆さんも撮影スタイルがそもそも業務用途なのか、まあプライベートというかこう趣味の範囲内なのかによってかなりね、こう選択肢変わってきますので、じっくりこのあたりはね、検討していただく必要があるかなと思います。で、もう一つ気になった点は、この蓋の開閉とここの差し込み口の使用が、まあ個人的にちょっと不安要素はあるかなと思います。まずこちらの製品、カメラバッテリーを入れるこの蓋がストッパー方式になっているので、普段は、バッテリーが少し飛び出た状態になっています。で、蓋を閉めることによってバッテリーが中で固定されて充電されるんですけど、まあこの蓋のスイッチ部分の挙動が若干怪しいというか少し固めなので、まあこのあたりは使っていてちょっと不安はあるかなと思います。まあそれでも実際使ってきてそんなにね、壊れやすいとかそういうことではないので、まあ少しこの蓋の仕様というのが特徴的かなというふうに思います。で、その他に旧型はね、バッテリー残量が数値で表示されるんですけど、こっちは4段階の、メーターで表示されますので、そのあたりが実際今何パーセントまで充電したのかっていう数値的なところはわからないっていうのが、まあ使いやすさとか使いにくさっていう問題ではないんですけど、ちょっとね、気になるというか、実際カメラに差し込んでみないと、あ、今これぐらい80何パーセント溜まったんだなとか、今 95% なんだなっていう微妙な差がね、分かりづらいかなというふうに思います。以上がこの新型を使ってきた僕の正直な感想になります。さあ、ということで本日はこちらのラノさんから発売されているソニー NP-FZ100 用のモバイルバッテリー内蔵のカメラバッテリー充電ケースを紹介していきました。まあこれが発表される少し前に僕はこう自腹で購入したこれあるんですけど、まあ実際僕が使っていく上ではさっき言ったみたいにこっちの旧型の方がまあ便利だったりするというか、まあコンパクトで使いやすかったりするんですが、やはり旅行とかに持っていくってなったら僕もこっちを持っていっちゃいそうな気はします。まあなんといってもスマホとかも一緒にね、モバイルバッテリーとして充電できるっていうところが、まあ緊急時にね、助かるというか、リュックに1個入れておくだけで、いざという時にね、様々なシーンで活躍してくれる充電器かなと思いますので、まあそのあたりの特徴がですね、この新旧それぞれありますので、まあぜひ製品の概要欄ね、URL 貼っておきますので、そちらからご自身でね、詳細見ていただいて、どっちがいいかなっていうのもね、検討してみてください。まあどちらの製品を選んでもらうにせよ、本当に革新的だと思います。こういったカメラバッテリーを充電するサードパーティー製で、ここまで質の高いというか、まあクオリティが高い、そして使いやすい。まあ価格は1万円ぐらいで若干高いかなと思うんですけど、まあ払った分の価値は十分得られるものだと思いますので、もしね、カメラバッテリーの充電に困っているとか、まあどういう製品が合うかわかんないっていう方は、この旧型から始めてもらってもいいと思いますし、まあその新型がリニューアルしてアップデートして出ているので、まあこちら買ってもらえばとりあえず問題はないかなと思います。その代わり重量感とサイズ感が大きいっていうのがまあ一番のデメリットかなと思いますので、まあぜひこの動画以外でも他にレビューされている方がたくさんいらっしゃいますので、そういった方の意見もしっかりと踏まえながら、まあこういったカメラ周辺機器の選定をね、してみてください。ということで今日はこの辺で動画を撮っていきたいと思いますので、この動画参考になった、ためになったよという方はぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。Instagram、X 等の SNS もやってますので、概要欄からぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。坂内でした。